どうも、ウェダックスです。本日はアンテックのネオエコプラチナっていうね、850W という大容量の電源を紹介したいんですけど、まずはコンパクトなんですが、それよりも驚きなことがありまして、無音です。全く音が鳴らない。なぜ音が鳴らないかっていうと、負荷が低いとき、低負荷時にファンが必要ないときにはファンが回らないという機能がありまして、でそのスイッチがこちらにあります。こちらをオンにしている限り、負荷が高く強くならない限りファンが回らないんですね。だから無音なんです。すごくないですか？で、まあ最近そのファンが低負荷時に回らないっていうクーラーとか、クーラーっていうか水冷か、水冷のクーラーとか電源、他メーカーさんも出してるらしいんですけども、私はこれが初めてですね。ちょっとそれが一番の衝撃だって、無音ですよ。まあ CPU ファンは回っておりますが、今こうやって使っている状態で完全に無音です。でどれぐらいの負荷でファンが回り出すのかって気になるじゃないですか。だからやっぱりシネベンチとかで動かしてみたいなと思うんですけど、まずまあサイズが小さかったりね、昔 850W の電源って言ったらこれぐらいの長さありましたから、それに比べたらコンパクトになっているのと、日本メーカー製のコンデンサを採用しているっていうことで、やっぱ壊れにくいし、何より省エネで、省エネなのは前にサーマルテックで電源のシネベンチ陣の電圧測ったんですけども、それと同じようにまた比べてます。プラチナということでやはり勝ちますね。さらにこっから 5W ぐらいかな。だからブロンズから比べると結構なワット数が減ります。で安心して使えるっていうことなんですけど、まあ何より無音がびっくり。はい。で本当はダメなんです。本当はダメです。でアンテックさんから提供していただいたものなんですけども、ダメなんですよ。ダメなんですけど、開けてみました。ファンが見にくいんですね。ちょっとこれで見えるかどうかわからない。今ファン回ってないんですけど、それをちょっと証明したくて開けちゃいました。で封印があるので、基本的に開けたらダメです。開けたら保証がなくなると思ってください。開けてはダメです。はい、開けてはダメな電源を開けました。はい、こちらがファンですね。でどうしてもこのファンを見せたかった。回ってないじゃないですか。要するに今は低負荷時だっていうことなんですね。まあ27W ぐらいしか電気流れてないんで、確かに低負荷なんですけど、でまあ通常っていうか普通のモードに切り替えるとこんな感じ、普通にファンが回り出します。で温度に合わせて、負荷に合わせてもちろん回転数変わりますんで、回っててももちろん静か。はい。でこれもう一回スイッチを入れて、まあファンは今こっち向いてないんで電気当たってないんですけど、まあそれぐらい十分このままでも電源は冷えてるよっていうことです。もちろん環境にもよりますが、ではね、ここでシネベンチを実行したらどうなると思います？しかも R20 の方、130W ぐらいの負荷はかかると思います。その時にさすがにこいつは回るんじゃないかと思いませんか？実際やってみましょう。ラン、はい。今画面にキャプチャーしたのを載せときます。今ねバンバン動いております。 CPU パワーバンバン使っております。11世代11400ですね。だから最高 4.4GB、フルスコア使ってる時には 4.2GB 程度ですねの CPU が動いております。多分132W、今ちょっとエコチェッカーで見ると132W ぐらいになっておりますが、全く回らない。回る気がない。はい。で今半分ぐらいまで来ましたね。で多分今PL2 っていうのがありまして、パワーリミットっていうのがあって、28秒でパワーリミットっていうのがかかるので、もう電圧は落ち始めてて、エコチェッカーで見ると 93W ぐらいまで落ちちゃってるので、もう回ることないです。っていうことはこれぐらいの負荷じゃこの電源はファンが回らないんですよ。っていうかファンを回す必要がないんです。
すごくないですか。昔ね、確かね、ノーファンの電源っていくつか出たんですけど、結構故障したんですよね。ファンがないせいで。だから、一時期流行って一時期消えたような気がする。ずっとあったのかもしれませんけども、すごい。ゼロ PRM っていうんですかね。こういう機能。素晴らしいですね。はい、終わりました。で、スコアは3574と、まあ、普通の数字ですけど、前に測った時より53、性能が良くなっております。これは、700W の電源との違いで出たのかどうか不明ですけども、ね。すごくないですか？無音です。ちょっとね、怖いんですけど、ただね、これは、本当にアンテックさん申し訳ない。開けて見せないとちょっと伝わらないかなと思ったので開けちゃいました。あとでちゃんと綺麗に閉めて、今後もアンテックさんの電源使わせてもらう。で、このままでは終わったら、なら、いつファン回んねんっていう話になると思うんで、今度ね、ビデオカードをまた新しく用意してテストします。その時にまたアンテックさんの電源使ってですね、動作確認を取りたいと思います。で、その時にさすがにビデオカードね、で、ゲームのベンチマークを回したら、さすがにね、電力食うんで、それなりにファンは回るでしょうということです。はい。ちょっと綺麗に締めれなかった。はい。こんな感じですね。はい。どうですか？無音電源ですよ。で、またその時にベンチマークと電力どれぐらい使ってるのか、まあ 700W との比較とかしてみたいと思います。はい。ということで本日はなかなかの衝撃ですね。まず、まあ紹介ちゃんとできてないな。フルモジュラーです。フルモジュラーで今回 CPU ちゃんと4個補助電源刺さっております。こういうこともね、フルモジュラーになって 850W になるので電源をいっぱいさせるというか CPU のパワーをの本領を発揮できるんでしょうか。多分 i5 ぐらいじゃ多分この4つのソケットは必要ないとは思うんですけども、はい、という感じです。ちょっとほんまに衝撃、未だに無音ですから。だから私ね、普段ねゲームしないパソコンでこれを使うことにしたらですね、電源のファンは回らないわけですよ。ということは埃を一切吸わないでしょ。でスリープ派なんで、スリープしてる時にもうファンはもちろん止まってます。っていうことは埃を一切吸わないんですよ。そんなありがたいことはない。はい、素晴らしい。ネオエコ 850W、まあ、アンテックさんといえば電源とケースですよね。ケースの方もちょっといつか紹介したいなと思ってますんで、またよろしくお願いします。はい、ということで本日はネオエコプラチナ 850W アンテック紹介しました。本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。